こんにちは、野口幸太です。そして、京都のゆみ先生、カリフォルニアのめいこ先生です。今晩も3人でお届けします。よろしくお願いします。<laughs> はい、前回の動画で視聴者さんからの質問にお答えする。 動画を撮ってたんですけれども、今回は僕たちがお答えするんじゃなくって、皆さん、視聴者の皆さん、あるいは SNS で繋がっている皆さんから、どう思いますかの回答をいただいたので、それを紹介してるんですね。それがもう前回、もうあまりにもたく,たくさんいただいたので、読み切れなかったというところで、続きをやってまいります。す。<laughs> その前に、えっと、どんな質問をいただいてたかというと、こんな質問です。 はじめまして、不読みが苦手な娘を持つ母です。私自身もあまりピアノが弾けず、不読みが苦手です。なので教えてあげられない。娘は和音になると特に頻繁に読み間違えます。レッスンで不読みの宿題があると親子で血眼になって譜面にかじりつきます。それでも次回レッスンで案の定いくつか読み間違えているようで先生に怒られてます。不読みは一発でできてこないと怒られます。 不みを一緒にしてくれる先生を別につけてあげるべきなのかとも悩みます。でも、不み専門の先生なんて先生に失礼ですよね。てんてんてん。この場合、娘に。 とってどうしてあげるのが一番良いのでしょうかこの質問に対して皆様から様々な回答をいただいております。ということで前回の続き紹介していきます。ここから先はですね、皆さん、なかなか長文が続きますよ、皆さん。よろしいですかはい、皆さんの思いの丈が詰まった文章を一つずつご紹介していきます。はい、一つ目。これだけの情報量からは判断しきれないですが、怒られるという言葉が適切なのでしょうか 本当に私たちのイメージ通り怒られているのかもしれませんし、もしかしたら軽く注意されている程度かもしれません。この方を責めるわけではないですが、子供はまだ日本語をうまく扱えないものですので、子供目線の情報も大切にしつつ、先生目線の情報も欲しいところです。というところなんですけど、これ、あの、前回のね、コメント紹介のとこにもありましたけども、やっぱりこの、 お母様と先生の間でのコミュニケーションっていうところにも、あの、結びついていくのかなと思うんですよね。だから、実は、あの、メコ先生もね、先ほど、あの、ミーティングの中でおっしゃってたんですけども、あの、この問題って実はいろんな問題を含んでいるよねって、コミュニケーションの問題とかね、あの、その、と,とにかくその、不読みということだけに、 あの、フォーカスできることでもないのかどうか、いろんな角度から考えていくべきなのかっていうね、あの、そんなことが感じられています。はい、次。初めてのコメント失礼します。いつも動画をふむふむと思いながら楽しく拝見しております。素人考えではありますが、個人的には先生が今この方に不読みに対してどこまで求めているのかが気になりました。例えば、音だけ合っていれば OK なのか、 それとも、リズムやアーティキュレーションもある程度必要なのかなど、和音だけが読めない、ヘ音ン記号が読めないことが課題なのであれば、ドリル形式の宿題を出してもらう、もしくは自分で購入するなどするなどしてなれるのも一つの手かなと思います。という質問なんですが、僕ね、あの、の方、まあ、あの、素人考えではありますが、というところでの思いを寄せていただいたことはすごくありがたいんですが、一つ気をつけておいた方がいいの いいのかなと思うのが、ここの質問者のお母,お母様自身も、おそらく文面からすると、ピアノの専門家とかそういうことではなさそうなので、そのお母様の判断で、ドリル形式の宿題というか、あのものを購入する、してやるっていうのは、ちょっと危険性が伴うかなと思ったんですけど、先生それどうですか、うん、私もそう思います。うんうん、ちょっと危ない。だったら、その先生に相談された方がいいと思います。 あの、どういう、なんかこう、サプリメント的なものがあったらもっとできるかなと思うんですけど、いかがでしょうかって一言お伺いになったらいいかなっていう気がしますね。はい。ということです。はい。次の方です。この方ね、医療従事者の方なんですって。 不読みって理解するのに個人差あると思うんです。現場でよくアレルギー反応を示されることの多い心電図は、私は好きで短期間で大体の波形を見て楽しんでいますが、他の人は時間がかかる方もいます。音符も一緒で、まずは楽しむことから始めるのも良いのではないかと、せっかく一生懸命やってて楽しんでても、通うたびに怒られるとトラウマになって見たくなくなる。てんてんてん。 現場の心電図嫌いと一緒だと思うんです。大半学校で怒られたとか、なんで読めへんのと言われたことにより余計嫌になってなったと聞きます。なので私は教えるときは楽しんでもらう、理解したことに達成感持ってもらえるような教え方を心がけていますが、少しずつですがアレルギー反応はなくなってきており、放っておいても気づいたら自分から勉強している人も中にはいます。 不読みの先生をつけるのも一つの手だとは思いますが、その娘さんは視覚的に覚えやすいのか、聴覚的に覚えやすいのかによってもやり方異なると思います。フラッシュカードを使ってみたり、フラッシュカードと併用して鍵盤を引いたり、その反復練習をする時間を確保。まあ、これもまた難しいんですが、 え、したり、また、アプリでゲーム感覚で不読みトレーニングするのもあるので、それを使うとか、ひたすら書き続けて、不読み練習ドリルみたいなやつ、購入などえ、覚えるなど、やり方は様々だなと思います。ここちょっと切れてしまってんですが、えっと、私も他のコメント者同様、怒ることないと思うんですけど、ということなんですけれども、あの、やっぱり、あの、 心電図ってね多分あのロジカルに、ね、理解していくものという点では楽譜もねロジカルなものですからそういった共通項のところでお話しいただいたのかなと思うんですがこの中で何かあの思うことありますかゆ美先生うーん。なんかその「学校で怒られとかなんで読めへんの?」って言われたことによって余計嫌になったと聞きまして書いてあってそれはね、うん えっと、私の娘とかもなんだっけど私の娘の場合はねこれ違うよとかそのどういう風に怒られたかっていうねちょっとねちょっとわからないけどでも私はダメな子って思っちゃうプライドがきつついちゃう、うん、そうするとだから先生が怒られて怖いっていうか私はダメな子なんだダメな子なんだみたいな感じでそれが積み重なってしまうはい、はい、なんかそれをねちょっとそれで思い出し,しましたねだからやっぱりその どういうふうに怒られてるかなっていうのが分からないんだけどそれがその心をちょっとこうぐさぐささしてないかっていうのがねちょっと気になりましたねその先生はね。確<う>確かに確かにそうでそれからあとそのお子さんが視覚的に覚えやすいのか聴覚的に覚えやすいのかっていうところってメイコ先生ねあのブレインアナリストとしてねこのプロで脳科学のプロでもいらっしゃる観点からその辺り何かありますか うん、視覚優位の子と、聴覚優位の子と、あと、体感覚とか肌感覚って言うんですけど、優位の子がいて、この中で一番その、なんていうのかな、腑に落ちにくい。腑に落ちにくいのが肌感覚の子なんですよね。ただ、肌感覚、体感覚の子って、一回腑に落ちたら絶対こう、忘れない。でも、えっと、よくそのお子さんを観察して、こうやって、こうやってなんかこう、覗き込んで見てるのか、それとも聞いてるのか、 で、そのお母さんともお話しして、その、なて言うのかなあの、言葉で言った方がいいですかって、見せてあげた方が早いですかっていうのを見てあげるのもすごく大事だと思います。全然違う。あと、組み合わさってる子もいるんですよね。視覚と体感覚とか、聴覚と視覚。で、両方見せてあげるのもいいし、あとですね、この、不読み練習ドリルみたいなやつ購入って書いてありますけど、 これね、練習ドリルじゃなくても、今まで弾いた楽譜をシャ譜するだけでだいぶ違います。シャ譜ね。はい。うん。うん、あの、シャ譜っていうのは映す楽譜名。そうそうそう。今までも弾いちゃって、スラスラ弾けるやつをもう一回書いてみる。 それだけで、で、なんか、あの、タイプするのと、手を動かして書くのとだと、タイプって、体の筋肉って8箇所ぐらいしか使わないのに、書くのって何万筋肉も使う、何万個の筋肉も使うんですって。それが脳に刺激を与えるので、それも多分すごくいいと思いますけどね。うんうん だからピアノのレッスンっていうと、とかくこう、まだまだこの弾くだけっていう、うん、そういうイメージがすごくまだ根、ね、強いのかなと思うんですけども、結構デスクワーク多いよねっていうね。はい。ねあの。だからそのあたりからも、こう、ちょっと、あの、観点として。 見てみるといいのかなっていう、まあ、別の分野の方からのコメントから気づかされることっていうのもあるのかなって思ってなんかこのコメントありがたいなと思いましたはいさあ次行きましょうはい、えー、やる気がないならまだしも努力している上で間違えているのであれば怒るのは逆 効果だと思いますねちなみに私は不読みは算数、数学でいう計算だと捉えています。解き方、ルールが決まっていて、正確にそれをこなせば全員が一つの答えにたどり着きます。ただ正確にそれをこなし続けるのは簡単ではありません。だからこそ計算ミスというものが存在するわけですね。不読みも一緒で、トーン記号、ヘオン記号、 調合、臨時記号など、それらが複雑に混じってくるほど間違えやすくなったり、確認するのに時間がかかります。基本的に計算も不読みも慣れれば大抵の場合、ある程度すらすら間違えずにできるようになります。慣れるまでが大変ですが、そこが先生の腕の見せ所だと思います。 話がそれましたが結論を言うと私なら生徒ができないのを生徒のせいにするような先生に教わり続けるくらいなら他の先生に変えますかね今後不読みが上達してもまた別のことで怒られるのは嫌ですのでもし近くに他の先生がいないとかでそれが難しいのであればオンラインレッスンなども視野に入れます 特に、不読みはソルフェージュの基本の部分なので、レッスンによっては、ソルフェージュのみを専門で習うのも可能だと思います。うん、ということで、あのー、まずなんか、算数、数学っていうね、そういうところから、あ,あの、お話が始まっているんですけれども、まあ、西洋の音楽って、昔は、その昔は、もう科学とかね、そっちの分野の学問だったんですよね。うん 要するに、あの、こうなったら、こういう音が並んでたら、こういうふうに感じるんだとか、この音の高さってこんな、こういうことなんだっていうのを、こう全部、こう論理化した、理論化したっていうのが、まあ、五線譜の 文化のまず始まり、学問として起こったっていうのがあるから、まあ確かにそういうロジカルに読み,を読み解いていくっていうことは、あの、そういうことなのかなって思います。それから、あの、ソルフェージュっていう言葉が、ここま、これまでも、あの、前回の動画からね、何回か出てきてるかなと思うんですけれども、このソルフェージュっていうところにおいて何か思うことを感じることありますかメ子先生。えっと なんか私たちの頃っていう言い方をしてもいいのかなソロフェージュ、その、もう楽譜を読むっていうことと、声を出すっていうことと、もうその受験のためのソロフェージュだったら本当それだけだったんですけど、今は本当にいろんなソロフェージュの先生も、あの海外からのことを取り入れて、あの、いろんなソロフェージュの先生がいらっしゃると思うので、その音楽を楽しむ、その音楽をより音楽、本来は音楽をより音楽性深く演奏できるようにするのが、 本当の不読みなので、はい、そこを逆にそこを学ばせてくれる先生だと音楽自体も楽しくなるし、不読みも楽しければ不読みも楽になるんですよね。そういう先生を見つけるっていうのもいいかなという気がしますけどね。確かかになんか もちろん、それぞれに即したこの不要味、なんかこう、フィンガートレーニング、なんとかって表現とかって、それぞれに即した、あの、教師側が目的意識を持って、この、それぞれのこのトレーニングをするっていうのはいいんだけども、あの、完全に別のものというふうに、こう、捉えて、 ながら進めていくピアノ教育ってもうちょっと今の時代これからの時代なかなか通用しないんじゃないかなっていう風に思うんですよねなんかそのあたりユミ先生どう思いますいやもう本当にのコ田先生とね <laughs> もうおっしゃる通りでもうなんかあのなんていうのその不読み不そうねなんかもう なんかこうなんかすごいテクニカルじゃないですかピアノピアノそれ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 ででももう音楽をやっぱりそうじゃないもう一つの何かこう星じゃないけど <laughs> 惑星じゃないけどすごいねそうそうやっぱそういうねやっぱりもうすべてそこになんか何かがこうね生まれ出すじゃないけどやっぱそういう世界観をやっぱり先生たちは作っていかなきゃいけないなって思います。ただその 私、結構生徒さんにね。でもあのおすすめしてるのは出た。私も同じ先生にはなるんですけど、結構リトミック。うん、そう、体感型、その体感型で結構風読みが得意な。特に、はい、体感型かな。みたいな子は私、うん、結構リトミックを結構やったりするんですよ。うん、なんか別ジャンルのその音楽の指導方法とかいうのはいろいろ取り入れながらはやってますねなるほどそう。はい、ということですので、あのー、そういうことです。<laughs> はい、じ行きます。<laughs> 確かに不読みって得意不得意分かれると思いますが、先生が怒るのはちょっと違うと思います。小さいお子さんならお母さんが手伝ってあげるのもう一つの手だと思いますが、途中からまたここまでは自力で不読みしてみようねと提案してあげたらいいの、いいかなと思います。不読み力もつきますし、誰かが一緒じゃないと不読みしたくないという風うにならないためにも、 しかしながら、不読み間違える、イコール怒るのは、ピアノ嫌いになる一歩でもあるので、度合いを見て先生変えるのも一つの手かもしれませんよね。まあ、やはりこの先生を変えたらどうかっていうのがね、すごいたくさん、うん、あの、来ているんですよね。はい。そして次です。うちも、親未経験から始めて、娘がピアノを頑張ってます。 私も娘と同じ先生にレッスンをお願いし、親子で習っています。なので先生が親のレベルを熟知してくれていて、親と先生だけのコミュニケーションの時間も取れて良好な関係だと思いますし、親の私が先生大好きで信頼しています。不読みは親の私も苦手で心中すごくわかります。不読みが一発でできないくらいのことで感情的で 怒る先生は自分をコントロールできない未熟な大人ですよね。心身ともに成長期である大切な子供への悪影響が心配だと思いましたっていうところなんですが、ここでね、ちょっとね、メッコさんに伺いたいんですよ <laughs> ここの。この実際にこの先生がどういう先生かっていうのはわからないけれども、その不読みができない、もうなん、どういうこととかってね、なっちゃうのって、これまたの脳のね、あの脳科学のところからも説明がつくんですよね。そうですね。あの、 なんで怒る、起こるっていうのは、あの、感情っていうのは扁桃体っていう、その、動物脳の一部の,の中にあるところで司るんですけれど、その、まあ、感情っていうのは私たちにとって本当大事なもので、喜怒哀楽っていうのは大事なので、いらないっていうんではないけれども、それをこう我慢するんじゃなくて、なんで私は怒ってるんだろうって,っていうことな、その、その、なんていうのかな、 もしかすると自分が否定されたと思ってるのかもしれない先生が自分のやり方が否定されたと思ってる可能性もありますよねだからなんでその先生が怒ってるのかっていうのとその先生が怒っているのはその子やそのお母さんのせいじゃないっていうことを怒られてる側はも一つ知っておくといいかなと思うんですね、はい、ただ一つその前回のその動画のところに少しもんあのちょっと話題になったんですけど小さい子のことだから怒っ られてててるっっいいううののが本当かなっていうのも一つあります、うんうん、で私も実際、あの、ちょっと熱が入りすぎて、その私が圧が大きかった、圧が強かったらしくて、<laughs> <laughs> あの、家帰って泣いちゃって、お母さんがどういうことですかって怒鳴り込まれたことがあるんですね。で、で、それで他の生徒に聞いたら、最近顔が近いって言われて、圧が強かった。<laughs> とね、だんだんこうこっちも盛り上がってくグーッとこうなっちゃってそれがやっぱりあまり長い時間はまあレースン入ってから短い時間のお子さんだったらプレッシャーに感じるってこともあるのでそこはやっぱりあのお母さんがお話にならなきゃいけないどう,どうなんでしょうかっていうお話にならなきゃいけないのと先生は先生で自分が何で怒っているのかっていうことをちょっと振り返ってみなきゃいけないことだとも思いますね。 ですね、これ本当に僕たちも、この、ちょっと肝に銘じとかなくちゃいけないのかなって思うのが、うん、その先扁桃体ってね、おっしゃったけども、突発的にね、こう、なるのが、やっぱこう動物脳ってやつですかあの、そうです別のやつ、はい。で、やっぱりこの人間脳をね、ちゃんと発動させて、今ね、僕すごい喉が渇いてるんですよ。で、手元に水があるわけ。 ね。だからさ、喉、喉、水飲みたいなって固手出してこう、こうバってこう衝動的に飲んじゃうのは、これは、要するにその今おっしゃった扁桃体なわけでしょただ、今、撮影中なんですよ。<laughs> この撮影中だから、今これをね、この飲んで、皆さんの前でね、この飲むべきじゃないよなっていうのは、ここら人間道のところなわけですよね。もう少しこの広く、時間を長くを、ね、捉えて。そうですね。 あの、まあ、ただそのもう一つ考えたら、その今お水を飲むことでこの撮影を潤滑に活かせるよなっていう選択肢もありますよね。はい,はいはいはい。だからどのくらいその長いスパンで物が考えられるかっていうことと、もう一つ客観的に自分を見ることができるかっていうことが大切なのかなと思いますね。 いや、面白い。ほんと、もうなんか、メイコ先生のね、脳科学の話もね、またぜひね、テーマにしたいところなんですが、そうも言ってらんないんですよ。もうまたまたもう時間がすごいですよ、これ。すごい時間を使っているので。<laughs> 今回で終わらせられるかと思っていましたが <laughs>。また、まだね、あとね、もう少しコメントいただいてるので、ね、それはまた続きということにしませんか <laughs> き はい。<laughs> ということで、えっ、ー、と、またまだ続き皆さんから頂い,いたコメントをつ次の動画でも紹介して,してまいりますので、お楽しみになさっていてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた続きを楽しみに。またね。